コンコンコン。キツネさん。はい、ということで始まりました。書道家綾子が忍者仲間。今回は何ですかこれ。いやー、今のオープニングで分かった人は分かると思うんですけど、はい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 、実は今日、はい、キツネさんとトカゲくんが、はい、なんとここまで我々のこの撮影場所まで、はい、わざわざ来ていただいて、おー、スペシャルゲスト来てくれるんですね。ゲストっていうか、うちのチャンネルがちょっと出ていただけたあれなので、ちょっとね、お見せできれば、そう、考察しておきますけど、はい、私が、はい、キツネさんのチャンネルにお邪魔して、はい、ちょっとこう、書道をね、はい、一緒にやろうかなっていう、なるほど、はい、親子書道教室の先生を選ぶんですね。こんな日本を、ね、代表する。そうですよ。そう。テレビで見ないですね。ねえ。子供の頃から見てましたし。見てました。僕も見てました。そう。まあそんなね、はい、光栄なお声かけていただいたので、はい、ちょっともう今日テーマ決まってたので、はい、早速書きました。なるほど。で、秋よしと。そう。はいはいはい。そう、中尾さんの名前、うん、キツネさんの名前をね、トカゲくんは息子さんですね。はいはいはい、可愛い息子さんがいらっしゃる。じゃあ、あれですか、このトカゲくんが秋を描く。そうですね。で、お父様が、うん、ちょっと難易度の高い子、はい、はい、ロシを描く。そうですね。なるほど、泣かせないようにしてください。そう、それが一番心配、あのトカゲくんが、はい、お習字嫌いにならないように、そうですね、はい、ちゃんとね、私の娘は泣きましたから、私の指導で。だから、そうなんです。それ以来なので、なるほど、泣かないようにね、ちゃんと優しく。愛子先生です。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです。緊張しますね。ものすごい緊張します。はい、どうしよう。はい、では、愛子さん。はい。お疲れ様でした。そうなんですよ、ね、どうですか、いい味出てますよね。これはこれはね、はい、お二人とも2枚ずつ書かれて、はい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 、で両方と1枚目の方なんですよ。あで、まあ、正直言うと2枚目の方が2人ともね、はい、書道的っていうかその字は上手に書けたんですけど、はい、やっぱ味わい深さとかでは、はい、1枚目にかなわなかったので、そのあたりはね、そう、本編でもしてね、そうですね、はい、でこれをちょっと、そう、楽観印も押して、はい、ちょっと預け、はい、預かって、でまたこちらでね、ちょっと綺麗にね、まあ、裏打ちして、はい、綺麗に入れて、はい、入れていこうかなと。なるほど、どうですか、こういうの、優しい、あ、優しい、なんかもう笑顔が素敵でしたね。トカゲくんの美少年ぶり、あ、イケメンでした。イケメン、可愛かったですね、うん、いや感動でした、可愛かったです。もうずっと緊張してたんですけど、はいはいはい、そうです。でも出番が終わったらね、うん、もういたずらしまくってましたね、可愛かった、ね、可愛かったです。サイン、そうなんです、ちょっと、はい、名前も入れてもらって、はい、ステッカーができたみたいな、あ、なるほど、ほら、なんか出来たてのステッカーみたいですね。カホン。カホンに撮影じゃなくて、はい。もう本当に貴重なですよね。ねえ、本当にご縁に感謝ですね。ちょっと緊張しすぎて喋りすぎたかもしれないですけど、もう光栄な、はい、本当企画で、感謝感謝ですね。ありがとうございました。本当ありがとうございました、キツネさん。ぜひこちらのチャンネルも。そうですね。はい、なんだっけ、書道家綾子が忍者ママ、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。